金曜日、金曜日、午前9時。金曜日になったの初めてか？わからんけど。エマージェンシー。病院？病院？あ、ジョン・シェパード。ジョン・シェパードは30年前に亡くなった。は。彼の母親がパズルの鍵を。アン・シェパード。あの、アン・シェパードの病室は？面会でしたらサインを。はい。ご家族の方ですか？ええ、そんなところです。まあ、お見舞いの方が見えて喜ぶわ。誰もお見舞いに来ないのよ。最近は物忘れがひどいみたいだけど、きっと喜ぶわよ。とても。19号室、廊下の突き当たりよ。ありがとう。これ顔覚えられちゃうね。19号室ね。スコットさんとどっちが先かっていうところだな。ショーンの命はあと数時間足らず、時間の無駄じゃないといいけど。19号室ね。あ、ラン、ランの花だ。18、ここか。あ、あれ、あ、あれ、通り過ぎた。右側にあったのかな、もしかして。左しか見てなかった。ここか。あ、17、あれ、18の隣にある。16、あれ、19は、あれ、19号室はどこ。ここ、あ、ここか。あ、OKOKOK。こんにちは、シェパードさん。もうお薬の時間かしら。いえ、シェパードさん、私は。あの人たちは薬の時間を守れないのよ。どうなってるのかしら。他の病院はいつも時間通りだったのに、ここと来たら。私はマディソン・ペイジと言います。ジャーナリストです。あなたの息子さんについていくつかお聞きしたいことが。この病院好きじゃないわ。食事もあまり美味しくないの。なんかきっかけがあれば。ジョン。ジョンを覚えてますか。私のジョニー。あの子はとてもいい子よ。ジョンの兄弟。あなたにはジョンという息子がいて、ジョンには双子の弟が。薬はある。もう薬の時間だわ。お、とぼけたか。まさか。カーナビー広場での出来事ですが、覚えていますか。カーナビー広場。ずっと昔にそこに住んでいたわね。その頃はお金がなくてね、かなり切り詰めた生活をしてたわ。そうか。どうした、手挙げたぞ。思い出してください、シェパードさん。ジョンの弟さんは事故が起きた後に養子に出されたんです。里親の名前を覚えていませんか。テレビをつけてって頼んだの。でもお金がないからダメって。残念ね。私テレビが好きなのに。どうした。はもう一人息子さんが、ジョンの弟がいましたね。彼の名前は。もう一人の息子、他にはいないわ。子供はいないわ。シェパードさん、息子さんは連続殺人に関与しています。捜査の手がかりになりそうなことを知りませんか。新しい看護婦さん、私の薬はどこ。息子さんは危険なんです。とんでもないことをしたかもしれない。彼を見つけないと。わかりますか。なんてひどい話なの。一度も会いに来ないのよ。信じられる。10年間一度も母親を忘れるなんて信じられないわ。
10年間。なんか手がかりかなんかないのかい？お、なんかあるぞ。お、写真だ。これはあなたの息子さんですね、ジョンと弟さん、違いますか？いい子たちだったわ。父親は世話をしなかった。いつもお酒を飲んで、子供たちは辛かったでしょうね。覚えてはいるのか、ただ思い出せないっていう感じかな。もうボケてきちゃってっからな、さすがにな。他には、あ、なんかあるぞ。よいしょ、よ、ちょ、これ見さして。あ、操作が難しい。よいしょ。あ、折り紙。あ、ちょっと待って難しいわ。折り紙は好きよ。でもそれは好きじゃないわ。贅沢。どういうこと？あ、ちょっと、開け。鶴じゃない。ハミングバードってなんだ？ドッグ、あ！これでいくか。よっ。よっ。あなた、子犬が作れるの？息子たちは折り紙が大好きだったの。作り方を教えたわ。ジョンは犬が大好きで、いつも折り紙の犬をマックスって、犬は全部同じ名前なの。全部同じ名前はつけられないって言っても聞かなくて、いつも折り紙の犬の名前はマックス。おかしいでしょ。名前、里親の名前がわからなければ犯人探しに何日もかかる。それまでショーンは持たないわ。記憶が戻ってきてる。その調子、思い出して。時間を無駄にしてる場合じゃない。突っ立ってたって拉致が開かないわ。じゃあ他にも作るってこと？ちょっと、よいしょ。あ、折り紙もう作れない。あ、もう作れないか。あれ、なんだろう。この人が折り紙殺人鬼の母親かもしれない。あ、何か思い出させる方法はないかしら。お部屋にお花を置いていないんですね。でもお花は大好き。息子もそのことを知っているの。きっとお花を持ってくるわ。あ、なるほど。よし、じゃあ花持ってくるか。さっきそこに蘭の花あったな。シェパードさんが過去について話すことは？あまり覚えてないみたい。そっか。時々奇妙なことを思い出すみたいだけど、何か昔を思い出させるようなものを見せてみたら？息子さんの名前は？息子さんたちの話は？息子たち？たまにジョンのことは話すけど、溺れたんですって。そっか。もう一人の息子さんについては？もう一人息子さんが？初めて聞いたわ。訪問者は？お見舞いに来る人は？入院して10年だけど、あなたが初めて。
そうか。時々何か見せると昔のことを思い出すことがあるみたい。あなたも試してみたら？アドバイスありがとう。アドバイスありがとう。確かこの辺に蘭の花が飾ってあったと思うから、これ、あったあったあった。いただきます。じゃあこれを花瓶に入れることでフラグが立つわけだな。なんともゲーム的なあれだな。まあいいや。よいしょ。お手紙とかいろいろ来てるね。お手紙じゃないのか、新聞かな。さてと、よいしょ。はい、どうぞ。なんて綺麗なランかしら。息子たちもランが大好きでね、裏庭で育てていたの。ジョンが死んだ時、あの子のお墓にランを供えたわ。あの頃は随分泣いたわ。すでに一人の子供を亡くし、そしてもう一人まで取り上げられようとしていたのよ。里親の家族です、シェパードさん。ジョンの弟を引き取った家族の名前は何でしたか？本当にいい人たちだったわ。一度会ったのよ。初めのうちはよく息子に会いに行ったわ。でも私が病気になって行けなくなったの。きっと忘れられたと思ったでしょうね。僕はもう愛されていないんだって。名前です、シェパードさん。彼の名前は？愛していたのよ。あの子がいなくてどれだけ寂しかったか。お願い、アン、名前を教えて。もっとこっちに来て。え、知ってる人？最後の試練、レインボーレーン。午後6時24分。あ、なんだここ。最後の折り紙、最後の試練、最後の折り紙、最後の試練。カメラがあるのか。何すんだ、ここで死ねってことかな。嫌な予感しかしねえわ。なんだこれ、なん？最後の試練、最後の質問。息子を救うために命を捧げることができますか？瓶には致死量の毒が入っています。60分後にあなたは命を落とします。薬を飲めば住所の最後の文字が手に入ります。息子を助けて別れの挨拶をするには十分な時間が与えられるでしょう。毒を飲むか飲まずに帰るか選ぶのはあなたです。マジか。カメラ監視されてるのか。他に方法があるはずだ。死んだらショーンは救えない。時間もないんだよな。でもな、命を捨てて息子を救う、バカバカしい。他の方法を考えよう。救えるはずだ。ショーンを救って自分は死ぬ。クソ、ショーンは父親を失うけど少なくとも命は助かる。それが正しい方法なのかもしれない。
毒。これ何？毒。飲めば1時間で死ぬ。飲まなければ最後の手紙が手に入らない。1時間の命、ギリギリショーンを助けられるだけの時間。選択の余地はない。やらなきゃダメだ。ショーンを助けたいなら、俺は息子のために死ねるのか。嘘かもしれない。飲んだ瞬間に死んで、ショーンを救える人がいなくなるかもしれない。失うものはない。ここまで来てやめられるか。やるしかねえな。他に方法がねえんだもんな。よし、やるぞ。蓋が開いてないぞ。蓋が開いてない。あ、蓋開いてんのか。行くぞ。やるべきことはやった。パパが助けに行くからな。金曜日、あと数時間のうちにショーンを見つけないといけないんだぞ。そうだぞ。どこかにヒントがあるはずだ。目の前をよく見ろ。人の命がかかってるってのにこんなことやってる場合が。そうか、この人あんまり手がかり持ってないんだよな。荷造りは済んだか。え、何のことだ。捜査は終わった。星も割れてる。お前はもう用なしなんだよ、ノーマン。ファイルを持ってワシントンに帰りな。お前がいなくなってせいせいするぜ。捜査は終わっていない。マーズには何も証拠がない。マーズは有罪だ。事件は解決した。捜査から降ろされたお前にはもう関係ない。荷物をまとめてさっさと消えろ。ブレイク、お前は脳みそが腐れ切った最低のイカレ野郎だ。そりゃお世辞か。お前がどう思うと関係ない。俺は星を突き止めた。事件は解決。みんなハッピーってわけだ。最低で結構。じゃあな。ああ、また発作が。ああ、ああ、いやおなく吸っちゃう。犯人の名前がこのデータの中にあるはずだ。手遅れになる前に見つけないと。ああ、そうそう、もう一つ。あ、例のあれです。また出たね。あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。とても危険です。気をつけないと命を奪いかねません。嘆かわしいことです。よし、じゃあ手がかりを。タイヤ痕はいいや。ランもいいか。折り紙、レシート分析。スタンドのレシートが2枚。犯人の家の近くか。これをジオプロファイル、
ここにいる。ポン。犯人はこのエリアに住んでいる。342人が居住か。十分じゃない。もっと的確に犯人を洗い出す方法を考えないと。そこから？なんだろう。銃？犯人がブルーラグーンに残した銃。履歴を追うことができるかもしれないな。お。5年前刑事事件で押収。この銃はまだ警察に保管されているはずだ。何？警察じゃないとしたら誰が持ち出した？もうほぼ確定だなこれ。そうか、やっぱそうか。レシート、折り紙。折り紙はもうやらなくていいのかな。レシートで作ってやる。あ、違う、レシートあれが違うやつか。あ、これ折り紙屋さんだよね。ラン、これ一回調べたんだよな、一応な。ジオプロファイルに入れる。おお、なるほど。さっきの条件とどんどん照らし合わせていくのかな。どんどん絞っていく感じか。よし、これは犯人は警察か。カーターブレイク。それなら捜査の行き詰まりもイーサン・マーズに罪を着せようとした理由も説明がつく。果たしてそうだろうか。捜査を続ける。あ、分析不可能。警察、ジオプロファイルで当てはまる警官は一人のみ。見つけたぞ。嘘、本当？港に倉庫を所有してる。間違えればショーンの命はない。